足でかけないと回らないと思います。
レイアウトのボールアウトでバラに持っていくのもあるけど、まあでも、こちらは相手の方だから、レイアウトで入ってられてなかったら、なんかちょっと、こう行くのか、確かに、全身全中みたいな。いや、この場合はもう回転を抑えてるから、抑えて、体を開いて、見てから見入れるやり方がない。この時は何でもできるんだろうけど。着地はやりたくないから、いきなり足引いちゃうと回転が出てくるんですね。